時が来れば全て実る。究極の死闘、そして完全なる終焉。つかめぬものがあるとすれば、神の気まぐれくらいか。混沌の中にありながら輝きを失わないクリスタル、生き延びた10人の戦士が手にすれば世界に新たな希望が生まれるという。光の戦士と呼ばれる彼の旅が今始まる。手に入れてください。世界が砕けても輝きを失わない光、クリスタルを。コスモス、あなたの願い必ずや我らがクリスタルを手にし、世界に希望を。どこへ行くつもりだ、ガーランド。戦いから逃れるつもりか。私は何からも逃げるつもりはない。ならば始めよう。宿命の時、今こそ楽しもうではないか。着いたところで何も変わらんぞ。道を塞ぐ敵は倒すのみ。貴様、本気でこの世界を救うつもりか。それが我らの使命。希望はまだついえていない。愚かだな。貴様の望むもの、それは幻よ。追いかければ逃げ、追いついても決して手に入ることはない。何？いずれ思い知る、この戦いの真実。世界は貴様を裏切るのだ。たとえ世界がどうあろうと、光は我らと共にある。光が懐かしいか。私にはなすべきことがある。
輝きに近づくあまり、その身を焼かれぬことだ。フリオニール、よくやった。あとは私に。しかし君は仲間のことを頼む。クリスタルへの道が閉ざされぬよう。新手か。私と戦ってもクリスタルは手に入らんぞ。だろうな。ならばなぜ私の前に立つ。お前は仲間を傷つけた。許せないというわけか。一時の感情で勝負を挑むなど。始めよう。早く済ませたい。少しは楽しめそうだ。戦いに理由が必要か。立ち止まる理由もない。闇に落ちるから。大したものだが、私を倒せるのはやはり奴だけか。お前は一体。一つ尋ねよう。お前はなぜ剣を取り戦う。クリスタルを手に入れ、戦いを終わらせるため。戦いを止めるために戦う。気の長い話だ。どれほど戦いを重ねれば望んだ場所にたどり着く。遠くとも重ねることで近づける。いや違うな。お前は終わりなど望んでいない。戦いを楽しんでいるだけだ。この私のように。ノバラ、あれはフリオニールの持っていた。お前は私と同じ。この閉じられた世界にふさわしい存在だな。閉じられた世界。機は熟した。奴との約束を果たす時が来たようだ。逃げられたか。この世界の何を知っている。いや、悩んでいても仕方がない。今はクリスタルを探し進むだけだ。